パンサー・デ・ビルは1974年から1985年までイギリスの高級車専門メーカーパンサー・ウェスト・インズが生産したネオ・クラシック・ラグジュアリーカーであるカーデザイナーであるロバート・ヤンケルは歌手のエルトン・ジョンや俳優のオリバー・リードなどの成金の好みに合わせてパンサー・デ・ビルを設計した約60台のパンサー・デ・ビルが手作りで製造され11台の 2ドアコンバーチブルとピンクとゴールドの6ドアのリムジンが入っていた。ホイールベースは142インチでフレーム形式のパンサーデビルはジャガーの直列6気筒または V 型12気筒というエンジンを搭載している。流線系のウィングラインと大きな全小灯を配備している。パンサーデビルはブガッティロワイヤルを模している。パンサーデビルのコックピットは近代的で 戦前の外観にはない。パンサーデビルは、ジャガーのサスペンション、パワーステアリング、自動変速機を搭載しているため、運転は簡単で、かなりのスピードを出すことができたが、空力の悪さは最高速度を下げることを覚えた。内装は高価で、テレビとバーがついている。パンサーデビルのドアは、BMC アド17のファミリーカーから出てきた。 ディズニーの1996年の実写映画、101とその続編10、102でクルエラ・デビルの愛車はパンサー・デビルだった。この採用されたパンサー・デビルは改造され、ジャガーのエンジンをシボレースモールブロック V8 エンジンに変え、高度な運転技術の過酷さにも耐えるようにした。パンサー・デビルの塗装は、アレキサンダー・ミチェルの手によるものとされてきた。ありがとうございます。